はい、今回は京大の問題、2019年の問題の、後半部分です。図のように体積 V1 の容器1と体積 V2 の容器2が開閉できるコップを備えた配管で接続されている。また V2 は 2V1 であると。最初コップは閉じられており、容器1と容器2の内部は、内部は空である。コップを閉じたもの容器1内に A と B の混合気体を注入して A が 2B、 これ1式の反応が平行状態に達した時の容器1内の A のモル分率 XA と B のモル XB が等しくなるようにしたいと。XA イコール XB の時、モル分率の平方定数 KX は何個である。これは KX っていうのはちょっと前半分で出てきてるんですけど、この式ね、A、これが、出発物でな、できたものを B と、この事情で表せるというのはこれ前半部分で元の問題です。でこの式を使って、計算しますよね。XA と XB イコールということだから、XA とイコール XB イコールということやから、人よきしくなるようにしたいと。で、KX ね、これ、人しくなるようにしたいということなんで、XA と XB 足したらこれ1やな、モル分率やから足したら1になるんで、XA も、XB イコール 0.5 ということです。でこの KX、これ前半分で元なんですけど、0.5 分の 0.5 の2乗で、これ計算すると、KX っていうのは 0.5 なんです。だからこれ A やな。A は 0.5 と。平行状態において、容器1内の電圧 P が KP 倍、KP の何とか倍になるまで混合気体を注入すればよいと。これはこれもね、ちょっと前半で求めたんですよね。今 KX が 0.5 やからこの式に代入します。だから P は 0.5 分の KP、 これは2倍の KP な、ね、で、この2倍の KP2 倍となるまで混合気体を注入すればよいと。容器1内の電圧 P を KP の、2倍かにした後、コップを徐々に開いたと。一式の反応が平行に達したとき、容器1および容器2のに含まれる A の物質の合計は、コップを開く直前に容器に含まれていた A の物質量の何倍であるかと。これね、A がこう 2B なんですけど、最初はね、これは、ここの、ここ、V1 とこ 2V1 やから、2V1 やから、これ、XA イコール XB なんで PA、 最初は PA の圧力が、2分の P な、モル分率一緒やから PP も2分の 1P やってんけど、コップ開いたら、これが V でこっち 2V1 やから開いて、ほっといたら、圧力これ3分の1、6分の 1P、 最初は6分の 1P なんだ。でこっちは、6分の 1P しちゃう。最初はこうなりますね。コップ開いて体積が 3、3倍になるから6分の 1P と。でこれは今まずは、A から B、時間経ったら平行に出しますよね。で平行に出したらこれ6分の1の、P の1マイナス R もね、こっちはまあ減ると、こっちはまあ増えるにすめんけど減ると。で 2B、 こっちも6分の 1P の1プラス 2R なんだな、こっちが2倍に A 減ると。でこれ、6分の 1P と1マイナス 2R はこの式で平方定数の式を作るんですね。平方定数の式作るんですけど、KP はね、KP はこのできたものの上な、6分の 1P の1プラス 2α が上で、で、下が6分の 1P の1マイナス α が下やな。これ、私、これの事情やな。こ
の事情、これの事情と。で、事情が、KP が、いくらかというと、これは2分の1だな、KP は。2分の 1P やな、ここ。これ、どうしようかな。この式からね、2分の 1P。で、これをね、解いていったらね、ちょうど、P が消えてね、アルファがね、これアルファが計算すると4分の1になります。アルファ4分の1。で、最初アルファは4分の1やけど、最初6分の 1P という A があって、で、最終的に、6分の 1P の1マイナスあるかな。4分の 1P で最初。で、最初6分の 1P。6分の 1P で、で、後ほど平行状態が出したら6分の 1P の1プラス、2アルファは、1プラス、1マイナスアルファな。1マイナスアルファになるね。1マイナスアルファになるので、これ計算するとね、これでこれ消えて、1マイナスアルファな。で、アルファが4分の1だから、これ4分の3なんです。4分の3。これ今 A だって思ってて B はなければな、最初6分の 1P で平行状態だったらこうなる。で、アルファの値が4分の1って分かってるので 1-1 や、1-4分の1やから4分の3倍だから 0.75 倍になるんですね。はい、終わります。